僕たちの戦争は2004年に二社から刊行された小木原博士の小説、及び同小説をもとに制作されたテレビドラマ並びにラジオドラマ。2001年9月12日の日本、サーフィンをしていたフリーターのケンタは大波に飲み込まれ、気がつくと1944年の世界にタイムスリップしていた。一方、戦時中の1944年、 霞が裏よかれんで飛行訓練をしていたゴイチは雨雲に巻き込まれ海に墜落し、現代へタイムスリップしてしまう。それぞれの時代の二人の家族や友人すら見分けが困難であるほど似ていた様子のせいもありをお互い入れ替わってしまったケンタとゴイチ。ケンタは1944年で特攻兵器回転の部隊へ配属され、ゴイチは現代のケンタの恋人、 南に思いを寄せていく。彼らは自分の元いた世界と異なる時代に戸惑い、翻弄されながらも生きていく。TBS で2006年9月17日21時23時3分に放送されたスペシャルテレビドラマ。主演は森山未来。同年10月22日14時16時に早くも再放送され、12月には DVD が発売された。原作とは、 設定が多少異なり、現代のシーンは2005年が舞台となっている。同ドラマは2007年アジアテレビジョンアワードのシングルドラマ部門で最優秀賞を受賞するなど、国内外ともに高く評価された。NHKFM 青春アドベンチャーにて、ラジオドラマ化された。2007年1月29日から2月2日、2月5日から2月9日の22時45分23時に、 全10回放送。また2008年8月25日から8月29日、9月1日から9月5日の同時刻に再放送されている。ありがとうございます。